イエーイ、マイクを叩くんじゃない。ということで、フィールド TV 始まりました。今回のゲストは佐藤ともみともみんです。イエーイ、来たぜ、ついに来たぜ、ともみん来たぜ、もう満を持して初登場でございますけれども、初登場です。佐藤ともみ、佐藤ともみ、昭和55年6月15日生まれ、双子座の A 型。はい、年がバレちゃいます。バレちゃった、ごめんね。恥ずかしい、恥ずかしい、ね、女ははてなさいでいいんですか。じゃあはてなさいです。いくつか分かりません。謎の永遠の15歳で。15歳なの、本当に。そうですか。双子座の A 型、はい、これはどういう性格ですか。二重人格で、なんだっけ、とにかく二重人格。そういうとこあるよね。そういうとこあるんですよ。ありますね。出身地が小学校時代を過ごした土地という意味で、はい、前半が大阪、4年生から東京なんだ、はい、そうなんです。大阪なんだ。大阪です。生まれが大阪なの。生まれ大阪です。あ、そうなんだ、はい、結構転勤族で石川県金沢市とか、いろんなところに。あ、そうなん。でも関西弁っぽいところは全然ないよね。いや、心の中ですごい。そうなの。そう、声には出さないけど、もうなんかいろいろ見たとき、なんでやねんとか、なんでやねんってなるんだ。ボコルでこらーとか、ボコルでこらーなんやねー、なっちゃう。気をつけましょうね。双子座の A 型だからね。はい。特に影響を受けた、または目指すアーティストで、リンドバーグとサザン。はい、始まりがリンドバーグで。そうなんだ。終わりじゃないけど、今はサザンが好きです。邦楽ラブ。ラブです。洋楽ほとんど聴かないです。あ、そうなんだ、はい。他にはどうして好きなの。スピッツ、ミスチル、あとなんだろう、王道好きなのね。あとカスケードとかもユニコーンとかも好きです。でも元々クラシックでしょ。クラシックです。影響受けたのはバッハとかモーツァルトとか。かっこいいじゃないか。洋楽じゃんそれ。思いっきり洋楽だ。そうだったです ね。はい。そして見に行ったコンサートで忘れられないのはですごいの選びましたね。はい、安倍浩二さんです。安倍浩二のワンマンライブ。はい、いつのだ。いつだろう、今回じゃなくて去年のですね。去年のですね。しびれました。彼はね、吐き出してますからね。何おかしいんだよ。いや、いろんなものを吐き出してるなと思って。いろんなものってなんだよ。かっこいいなと思って。いや、やつはすごいですけどね。すごいですね。フィールド TV にも登場しておりますけどね、安倍浩二です、ね。あ、CM です、はい。一緒にツーマンもやったことあるんだよ。あー、実はあります。ここでじゃないんですけど、うん、ちっちゃいところで、ちっちゃいって言っちゃかわいそうですけど、ここもちっちゃいよ。あ、そうか、川越市のおときっさ一条さんってところでやりました。君のなんかラジオ番組からゲストにしたり。あ、そうそうそう、なかなか仲良しにこう無理くりしているみたいな。いや、違うんですよ。安倍浩二さんは私の永遠の片思いなんです。一生実らないっていう。それなんかわかるんです。安倍浩二さん B 型だから。あ、そうか。A 型に眼中ないみたいな。眼中ない。でも一生懸命応援してますもんね。まあ、一応応援ファンというスタンスで、ラブじゃなくてライク、うん、え、なんとか以上なんとか未満的な。違うよ。違う、なんかファン以上なんか片思い未満、よくわからないけど。なるほど、ありがとうございます。はい。そして音楽の活動の歴史を簡単に説明してください。はい。18歳で音楽の専門学校に入り、東京の水道橋にあるとこですね。そうそう。で、生まれて初めての作詞作曲とライブ。21歳で勝手に劣等感に苛まれ、勝手に挫折。なんかよくいるじゃないですか、みんな周りが才能あって。そう、なんか俺の曲かっこ悪いってなっちゃったんですよ。今は自分の曲ラブですよ。俺の曲最高にクールじゃねって思ってるわけなんだよね。そう。でその後で勝手に挫折して、そう、10年間死んだように生きてそう。なんかアイドルオタクになったり、なんか別に死んだようには生きてないけど、自分の音楽の種が枯れちゃったっていうか、うん、そう。でも急に目覚めるんだね。あ、なんかいろいろあったんですよね。いろいろあったんだね。そう。本当にいろいろあったっぽいもんね。いろいろありましたね。34歳の時、はい、洗脳ごっこのモデルになった。洗脳ごっこ、君の曲ね。そうそう、はい。サイコパス女からの逃亡に成功、また歌いたくなり、作詞作曲とライブを再開させる今に至る。です。もう意味不明なんですけど。では分かってくださいよ。あのね、俺はなんとなく分かるんだ。かじゃあ一般の方、初めての人は分かんないね。サイコパス、まあ、そこは突っ込むのやめとこうかな。まあ、ちょっとウィキペディアで調べてください。いるの？サイコパスってやばい。あ、サイコパスを調べる。あ、君が載ってるわけじゃないの？私は載ってないです。わかりました。はい。そして音楽以外の特技、趣味だと、これマジですか？官能小説を書く、ワイダン、妄想。主にエロ関連ですね。最も最近凝っているハマっていることもエロ関連。エロ関連です。もうエロまみれじゃないですか。そう、まあ、作る曲もエロものを中心に頑張ろうと思って。
どうなってるんでしょうっていう。あんまり女の人、男の人は多いけど、女の人でエロを歌うってあんまり多くはないじゃないですか。でも自分のこの実体験とか本当の思いを歌っちゃってるわけ、うん、そうです。あ、ダブルですね。ダブル。あの実体験も、妄想も結構。そう、実体験も妄想も両方交えて。でそこはちょっとあやふやな、あやふやな境界線。そうしときましょう、そうしときましょうよ、ね、はい、はい、今回特に告知したい内容が2つあるんですよね。はい、はい、では、5月6日土曜日、6時半からスタートで、タッシー田代さんと佐藤智美のツーマンライブがあります。18時半からが佐藤智美で、19時半からタッシー田代さんになります。アカペラの方ですね。楽しみですね。素敵なおじさまです。はい、はい、そして6月15日木曜日、はい、またも6時半から、はい、レコ発バースデーワンマンライブ。イエーイ。 CD 作んなくちゃ作んなくちゃですね。バースデーなんだよね。バースデーです。でいくつになるか謎なんです、16歳から16になる。すごいな、若々しい。おめでたいね。おめでたいね。そこではね、あのニューアルバムを、はい、ニューアルバムを引っ提げて、引っ提げて頑張りましょう。頑張ろうということでございますが、はい、では今回演奏していただく曲の曲紹介をお願いします。はい、いきます。タイトルが妊婦猫。妊婦猫全部ひらがな。おこれすっごい間違えられるんですよ。妊娠猫とか全部漢字で、妊婦猫とか全部漢字だと可愛くない。可愛くない。ひらがなだから可愛い。ひらがなです。全部ひらがな。これだってタイトルありきみたいなのがあるもんね。タイトルありきですよ。佐藤智美が妊婦猫に出会い、あまりの可愛らしさ、愛くるしさ、ラブリーさに性的興奮を覚え、性的興奮を覚え、その欲望の赴くままに書き下ろした新曲です。全世界に羽ばたいてほしい意欲作です。わーい。何がおかしいんだよ。いや面白いと思って妊婦猫楽しみなんですけど、妊婦猫今もう変な話、変な、はい、変じゃないけど、はい、あのトモミンの代表曲になっちゃいましたね。代表曲これ意外と好評で、みんな覚えるもんね。結構男女問わず頭に残って、妊婦猫ってなりますから、みんな歌っちゃうぞ。これ今日見た方もみんなあの心の中で妊婦猫歌いながら今日一日を過ごしてしまうという、過ごしちゃうよ、恐ろしい曲です。ではその曲を楽しんでいただきましょう。はい、本日のゲストは、佐藤智美、トモミンでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。よし、 OK 全然順番が回ってこなくて、なんで俺いらねえのかよとかやさぐれてたんですけど毎週金曜夜9時フィールド TV 登録お願いします。イエーイ。これ白熊の靴下かわいい。イエーイ。